はい、おはようございます。今日はね、前と後ろがね、内パクがないという、なぜか言ったら、あれです、カメラ充電できてなかったから、ちゃうカメラでやってます。はい、ふみちゃん、最近はこのカメラで撮ることが多くなってきてるけどね、これいつもこのカメラ使ってるんですよ。これ HTC かな。これ意外と、夜暗いところではね、いいんやけど、暗いところで撮ったら明るく見えるから、このカメラ結構使ってたけど、もうダメ。このカメラだけでも5つぐらい持ってますからね、中古で買うて。もうすぐに赤いようになるから。はい、ふちゃん。ふちゃん。ここで昨日夜プレで岩城さんとサラさんやったかな。ちょっと今見れないんやけど、こっち LINE でやって、確かそうやったと思うんですよ。スパチャありがとうございます。間違ってたすんません。ね、管理部との LINE はこの携帯の方にあるから、ちょっと今携帯は見れない状態やから。はい、トトちゃん、今日は初めに追い込んでるから、まあ全員入ってると思うんですけどね。ね、はい、セブンちゃん、マイルドちゃん、ちょっと角度を変えて、誰かうなってんねん。スイちゃんどこに行ったんや。あら、また切り替わってる。よくこれ切り替わってんねん。ちょびちゃん、こんなところ。ちょびちゃん。ちょびちゃん。誰か来るかしら。誰か。ほら。行くか。ほらね、行くか。喧嘩しちゃうな。あと黒ランちゃんがどこ、あんたとランちゃん最近ね、影薄いからランちゃん、まあ今日はね、各地ね、九州の方とか大変なんじゃかな、風がきついような台風らしいからね、気をつけてくださいね。ちょっと九州の方なんかね、最大瞬間風速60だったんじゃん。結構きついですね、ほんまに。大阪の方は昼からね、なんか雨マークなってたけど、大したことないと思うんですけどね。気をつけてください、皆さん。今日の台風には。これ、スジちゃん、こうなるね。スイちゃん、こう似てます。じゃん、スイちゃん、マイルちゃん見てる、かわいいね。はい、ひらりちゃんとマロンちゃん、まあ今日はだから工事は昨日みたいにお休みということでね、ようやく1階のね、窓工事スタートすると思います、ね、ここはまだかな、ね、
一回してからここ行くんかな、刑事。まあ、まだまだ工事ね、いろいろやらなのもいっぱいあるんで、ね、今回、ね、楽しみです、ほんまに。まあ、一番楽しみは、あの、自動トイレが自動になってくるんですね、ほんまの。ね、あれ、ほんまに世界初なんで、もうドヤ顔したくなるようなトイレです。できたら。多分そこまでするとこ、してるとこないと思うんでね。まあ、ほんまにドヤ顔言うよりもね、あれですよ、トイレ取ってない、まあ、1個だけでもね、ほんまに無人でね、トイレができるようになったら、この子たちはちょっとマシかな、いうような、まあ、こういうトイレやったら、もう絶対にね、もう1日、2日、3日にしたら、もうえらいことになるからね、ね、まあ、1週間とは言えんけど、1週間だけでもね、無人でできるようなトイレができたら1個でもあったらいいかなみたいな、それを目指してポンハウスはね、ほんま2週間ね、何べんも言うようにポンさんが倒れてでも2週間ここのね子たちが生活できるのを目指してるんで、まあどこまでできるか分からへんけど頑張ってしますね。まあ今度ケージのここのケージの方もねできたら、2B みたいな 水をひねったら出てくるシステムを取り入れていきたいし、ご飯もね、まあ、勝手に流れていくシステムも導入していきたいかなと。まあ、100% ご飯と水だけはね、ゲージの子もフリーの子もできるようにね、食べれて飲めるような環境、まあ、できたらゲージもね、トイレ、無人トイレできたら一番いいけど、まあ、そこまではなかなかいかんと思うけど、ね、そこを目指して頑張りたいと思います。ポンさんが死ぬまでにはね、そういうシステムを作り上げるんだいかなと、ね、世の中にないシステムを、ね、目指して頑張ります。それでは今日もね、台風気をつけてください皆さんね、風がきついということで、それではさよなら、さよなら、さよなら。